で、はい、さあ玉田がうまい切り返しからもう一度トリッキーなプレーを見せて中村、そして左サイドへ、このボールはつながりませんでした。ただここからすぐ守備に行く名古屋なんです。はい、また奪ってノーファールです。この奪われた後が早い名古屋ですね。クロスボールが入ってくる、ケネディ倒れている、あ、これは PK です。足がかかってケネディが倒れました。主審の東条さんに詰め寄るセレスト。アマラウがかなり強い口調で抗議をしています。クルク監督も今その選手たちの抗議を見つめています。カーに当たって少しコースが変わって上本ですか。そうですね、はい、さあしかし名古屋の PK です。先ほど千代丹野のヘッドファインセーブもあった松井がここは守れるか。さあ首位走る名古屋グランパス先制の大きなチャンスです。キッカーはケネディ、倒されて自らそのボールを蹴ります。決めました。前半の28分、名古屋グランパスケネディの PK で先制しました。さあゲームが動きました。首位を走る名古屋グランパス、上位対決4位のセレッソ大阪、ホームに迎えてまずは前半の28分に先制しました。藤川さん、今の PK もゴールキーパーもほとんど取りにくいところをしっかり落ち着いてますね。PK は取れないですよね、はい、やはりね今こうやって点取ってるっていうね、はい、そういう自信なんですよね。今シーズン16ゴール目、得点ランキングトップのケネディー、さらにゴールを変えました。さあ中に入れてきた、ね、小川コーナーキックになります、まあ、高さはないんですけどね、ああいったところアタッキングサードのところに小川あたりがね、はい、すごくスペース見つけて入っていきますからね、本来あのあたりでターゲットになる今日はケネディがいません。ケネディの競った後とか、はい、こぼれ球とか狙ってタイミングよく入っていくのが、もう直接、ゴール向かって小川が入ってきますからね、はいはい、今日は長身の選手を欠いている名古屋のコーナーキックです。ニアサイドはファーサイドに流れてシュート打つ、決まった。立ち上がりあっという間の先制です。立ち上がりの5分、ホームの名古屋グランパスが先制しました。ブルザノビッチのゴールです。ニアサイドへのコーナーキックからボールがファーに流れていきました。そうですね、角度なかったですけどね、はい、あのここで、ね、マスカーが競った後このフリーなんですよね、ブルザノビッチはね、はいはい、ゴールキーパーの北野も反応したんですが、やや大宮が、はい、あのボールウォッチャーになってしまったと、うん、はい、ね、後ろから入るからね、あそこをやられたらちょっとね、完全に空いてしまってましたね、確率が上がる、ただね、この得点はグランパスにとって大きいですよ、はい、大宮の石原の同点ゴールが生まれました。倒れてまたフリーキックです。さあフリーキックのチャンス、勝ち越しのチャンスを得ました名古屋グランパス。ケネディ、トゥーリオという長身の選手は欠いていますが、ただマスカワ、あるいはダニルソン、そして千代丹田、さらに牧も入っています。あー、サイドマスカワ決まった。前半の42分、名古屋勝ち越し。セットプレーをものにしました。マスカワドッピシャリのタイミングで合わせました。2対1勝ち越し。いや、森山さん、いい時間のゴールになりましたね。そうですね、やはり長身なんでね、はい、いいボールが来ると本当フリーでやってますからね、ただ高さの、ね、ないトゥーリオ、ケネディがいない中、はい、頑張りましたね、はい、あ、結果出しましたよ。その前に今とも競り合ってはいたんですが、マスカーが決めました。191センチ
マスカーです。キーパー奈良崎、このボールが繋がらず、もう一度ベルマーレボール、マスカー、玉田へ、阿部は一気にサイドチェンジ、右の杉本へ、いいボールだ。いいですね、やっとこっち使いましたね。さあ得意のドリブル仕掛けてクロスが入ってくる、ヘディングだ、玉田先制ゴール、杉本投入が行きました。グランパス、やっと杉本選手を使ってうまく崩しに行きましたね。阿部から一気に右サイド、杉本得意のドリブルで突破してクロス、もうあとは玉田は飛び込むだけでした。まず大きなサイドチェンジ、阿部からここで勝負になりますからね、ここでディフェンスラインもボールを見てしまうと、そして後ろから走り込んだ玉田選手にこうピンポイントで合わせる、いいボールでしたね、これは最高のボールですね、ディフェンスとしてはやはりあそこまで切れ込まれるとボールをしっかり見なきゃいけないし、マークの目を離してしまいますからね、はい。前回大会準優勝の名古屋グランパスは2回目の準々決勝進出を狙うアルビレックス新潟と対戦、直前のリーグ戦から10人を入れ替え、若手主体のチームでこの試合に臨みました。前半7分、グランパスの攻撃、パスをつないで前線へ、相手のクリアミスをサントス・アレサンドロ、先発メンバーの中で最年長の33歳サントスがグランパスに先制点をもたらします。勢いに乗るグランパスは24歳の橋本浩二がカウンターからドリブルで持ち込み自ら狙います。さらにアルビレックスのクリアボールを19歳の田口大志がダイレクトシュート、若手選手が積極的にアルビレックスゴールへと迫ります。しかし後半アルビレックスが反撃に出ます。川又健吾のクロスから田中アトム、グランパスは途中出場の2人に崩され同点とされます。さらに勢いに勝るアルビレックスがチャンスを作ります。同点弾を決めた田中アトムがシュート、こぼれ球に再び田中、しかし決めることができず試合は同点のまま90分が終了します。延長戦は完全にアルビレックスペース、グランパスは選手の実戦経験の差が現れたのか防戦一方の展開に。しかしキーパー高木を中心に粘りの守備を続けゴールを許しません。グランパスは実に33本のシュートを打たれたものの、なんとか同点のまま延長戦を切り抜けます。そして試合はペナルティーキック戦へ。ペナルティーキック戦は両チーム3人目まで成功、先攻のアルビレックス、4人目はこの試合途中出場の加藤勝、これをグランパス高木が完全に読み切りファインセーブ、グランパスが一歩リードします。結局グランパスは5人全員が決め5対4でアルビレックスに勝利、若手主体のチームで臨んだグランパス2年連続の決勝進出へまた一歩歩みを進めました。今日出場した選手っていうのは寮生が多かった多くて、僕もずっと寮住んでたもんで、まあ、一緒の同じ釜の飯食ったやつらがあんなに足を、ね、引きずって、多分彼らもそんなプロになってから足つる前サッカーやった経験っていうのはなかったと思うんで、そういう気持ちにも、まあ、胸打たれたっていうのもありますし、トップメンバーがこのリーグ戦の優勝間近にして戦っている中で、まあ、名古屋にケチをつけないようにしっかりと戦いたかったんで、そういう意味ではケチはつかなくてよかったのかなと思いますけど。の前に報道陣が詰めかけて試合終了、グランパス初優勝、やりましたね。玉
鎌田のゴールを守り切って大きな勝ち点3。アントラーズは今日神戸を相手に勝てませんでした。ベンチに入れなかったメンバーが今スーツ姿でピッチの中に入ってきます。ファンの中ではアントラーズの結果を知らなかった人もいたようです。場内アナウンスでゴール裏が今大騒ぎになってます。名古屋初優勝、まあ、これを待ってたサポーターが来てますからね、さあそして続きまして今日の決勝点をアシストしました杉本選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まだちょっと感動がかなり大きいですか。そうですね。まあ僕自身は本当に今年何もできなくて、ここでやっと数字が出たなと思うので、まあそれが本当に結果としてつながって本当に嬉しいです。ストイコビッチ監督になってからはそのスーパーサブ的な形、ベンチから流れを変えるという役割をすごく求められたこの3年間だったと思います。3年目にこういう結果が出てどういう思いがありますか。そうですね、本当に試合に出る回数が少なく なりましたけど、その分自分でしっかりと考えて本当にチームのためだけを思って戦ってきたんで、まあ、本当にそれが結果として出たんで、まあ、本当に嬉しく思います。本当にあのベンチから出た選手、あるいはその若い選手、天皇杯もこの前勝ちました。非常に誰が出ても強い今シーズンだったと思うんですが。そうですね、まあ、本当にチームが一丸となって本当に今年は戦えていると思うし、みんなが勝ちたいと思う気持ちを持って試合に臨んでいたんで、まあ、そういう意味で、まあ、違う試合でも勝てましたし、まあ、最終的に全員で勝った勝利だなと思います。今日はこれから皆さんで喜び分かっちゃってください。ありがとうございます。杉本選手でした。ありがとうございました。さあそして続きまして奈良崎選手にお越しいただきました。 J リーグチャンピオンになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今率直にどんな思いですか。いや嬉しいです。ありがとうございます。